こんにちは、粟田洋介です。今日の動画は白紙から自由に好きなように絵を描くというトピックです。で、紙ではないんですけど白いキャンバスに絵を描いていこうと思います。白紙から自由に好きなように絵を描く、人によってはかなり難しいことだと思います。絵だけじゃなくて自由に好きなように行動する、自由に好きなように生きる、こういったことを簡単にできる方もいらっしゃるかもしれませんが、私を含めた多くの人にとってはちょっと難しいことなのではないでしょうか。自由にいろんなことをやるっていうことは私はよくわからないんですが、自由に絵を描くということは私の得意なことなので、ちょっとその話もしたいと思います。こういう何も描いてないものを見て何を描いたらいいんだって思っちゃう方もいると思います。もう何だっていいんです。何にもないところから何のアイデアも発想も出てこない、何を描いたらいいんだかわからない、だとしたら真っ白じゃなきゃいいんですよね。だったら好きな色を塗ればいいんです。例えばこうやって赤く塗ってみるとか、これで真っ白なキャンバスではなくなりました。なんか描いてみましょう。でも今こうやって赤く塗りましたが、青もいいな、黄色もいいな、茶色もいいし、グレーもいいな、どれにしようかなって、私もそういう風に迷ってた時があります。そんな時はこう思えばいいんです。このキャンバスは赤からスタートしよう、青い絵が描きたかったら次に青い絵を描けばいいし、黄色でも茶色でもグレーでもその次その次その次、そういう風に考えていくと何枚だって自由で好きな絵を描くことができるようになります。黒と白と違う種類の赤ですね、3色を付け足しました。まあ3色なんですけど、最初に赤を塗ったので4色使っています。何が言いたいかっていうと、スタートで何でもいいから塗ったり描いたりすると、それが絵を描く第一歩になります。一歩を踏み出せば2歩3歩4歩で完成に近づくわけです。なので何でもいいから描き始めるっていうのが一つの方法です。それからモチーフですね。何の絵が描きたいのか全く思いつかない、そういった時は今日見たもの、昨日見たもの、もしくは最近見て印象に残ったもの、最近じゃなくてもいいし、もうすごい昔に見たものでもいいと思います。それを絵にしてみたいというものを一つ思い浮かんでください。どんなつまらないものだっていいんです。もしくは最近見た映画とか読んだ本とか、もしくは人と話した内容ですね。その中に何の絵が描きたいと思うヒントがあるかもしれません。例えば映画に出てきた人物でもいいし、通りすがりの変わった人、もしくは平凡な人、もしくは自画像を描いてもいいし、人じゃなくて景色でもいいし、描くものなんてそこら中に溢れています。もしくは人に聞くっていう方法もあります。例えば身近な人に好きな動物はとか聞いて、チンパンジーって言ったら、ああ、じゃあそれ描いてみようとかね、例えば、モチーフなんて何だってあると思うんですね。そして、例えばコーヒーカップが描きたい。そう思ったんだけど、いや待てよ。そうではなくて、木に止まっている鳥の絵が描きたい。いやいや、ガムを踏んだ男の人が描きたいとかね、いろいろ思うかもしれないんですけど、したら最初にコーヒーカップって思ったんだったら、コーヒーカップの絵を1枚描いて、それから木に止まった鳥の絵も描けばいいし、そしてガムを踏んだ男の絵も描けばいいと思うんですよね。そうすると3枚絵が描けます。しかも自由な。これなんか山だか島だかわかんないけど、そういうのと太陽かなんかが出てる風景に私は見えているんですが、そのまま描いてもいいと思うんですけど、さっきコーヒーカップとか言っちゃったものですから、そういう風な絵にしていこうと思います。そんでそれ今思いついたことです。何でも好きなものを描けばいいって言われた時に、何を描いて良いのかわからない理由は、思いつかないっていうことだけじゃないかもしれません。で、これはすごい昔に私が抱えてた問題なんですけど、思いつきにブレーキをかけていました。
そのブレーキをかけてた原因は、こんなつまらないものを書いてはいけないとか、なんか人の思いつかないものを書かなければならない、何々しなければならない、何々してはいけないっていうことですね。それっていうのは義務で自由じゃないんですよね。ちょっとこれは例え話で全然違う話をしてるわけじゃないんですけど、運転免許の試験で、本番の試験はそうはいかないんですけど、丸か×かの練習問題で、私はその内容を見なくても文の最後で答えがわかります。例えば何々しなければならないとか、何々してはいけないって書いてあったら丸です。で、何々してよい、何々しなくてもよいって書いてあったら×です。ちょっと問題が思いつかないんですけど、例えば信号が赤になったら止まらなければならないしたら丸ですね。それに対して本当に出てきた問題なんですけど、ビールはアルコール分が少ないから運転前に一杯ぐらいなら飲んでもよい、何々してもよいですね。×です。そんなの絵を描くことに何が関係あるのかっていうと、何々しなければならない、何々してはいけないっていうのは義務です。それに対して何々してよい、何々しなくてもよい、これは自由です。だから規則のある運転免許を取るときは、自由の部分は×です。で、義務の部分は丸になるのです。で、自由に好きな絵を描くっていうときは、その自由の何々してよい、何々しなくてもよい、そういう考え方をすれば自由の思いつきにブレーキがかからないというわけです。だから黒い絵の具を使ってはいけないじゃなくて、黒い絵の具を使ってもよい、つまらない題材の絵を描いてもよい、みんなが思いつかないような発想にしなくてもよい、そういう感じでリラックスして、いかなるつまらないことでも自分の答えを信じて絵を描けばいいんだと思います。リラックスしないでどうしたら自由になれるというのでしょう。今描いてる絵なんですけど、コーヒーカップ、鳥、それから男ですね、それ全部入れてみました。もうちょっと描き足して完成なんですけど、この3つのモチーフを入れないで最初の描き始めで違う絵を描き始めた方が、こんなくだらない絵にならなかったんですが、私はくだらない絵を描くのも好きなんです。私自身が楽しく描いて、私自身だけが気に入った絵をたまには描いてあっていいんじゃないかと思っています。それが自由ってことですよね。何々してよい、何々しなくていいっていうリラックスした状態で書くのが一番いいと思うし、こう書いてね、失敗しちゃいけないとかね、いいものを書かなきゃいけないとかね、自由で好きなように絵を描くには、まあ何も期待しない、何も心配しない、そんでただ作品を仕上げるまでの工程を楽しめばいいんじゃないかと思います。そして楽しく書いた作品はいいものになったりする場合もあります。そういう風にリラックスしてれば、まあ何を書こうって迷うこともないんじゃないかと思います。はい、こんな感じの絵が完成しました。これは荒野でコーヒーを飲む男というタイトルです。とてもくだらない絵になりましたが、私は自分ですごく満足しています。最初に赤く塗った時は本当何にも考えないで塗ったし、この黒、白でまた別の赤、それを塗った時は赤をなぞってなんか形にしてって、そのまま描き続けたら、まあ楽になんか仕上がったんですけど、モチーフの話をしてる時になんか思いつきでコーヒーカップとか、木に止まった鳥とか、ガムを踏んだ男とか、いい加減なことを言ったおかげで、それを描こうと思ったんですけど、どういう風に描こうと思ったかも考えなかったし、先ほどお話ししたようにリラックスをしていればアイディアなんてどんどん出てくるし、今この絵を描き始めた時は何の期待もしてなかったし、でも何の不安もなくて、ほぼほぼ無心で描いてる時楽しかったし、何々しなければならないってことも考えなかったんですね。木に止まってる鳥って言ったんですけど、木に止まってなくても良い、でガムも踏んでなくて良い、でこんなくだらない絵だけど自分の個性は出せたんじゃないかと思っています。個性って本当自分一人のものだから、みんな違うし、答えは自分自身で作っていくものだから自由でいいんです。
自由に好きなように絵を描くというのは、何を描いたらいいんだろうとか悩むことじゃなくて、何々してよい、何々しなくてもよいっていう、とっても嬉しいこと。それが今日私が伝えたかったことです。何も期待しない。その代わり何も心配しない。ただ作品を仕上げる。その工程を心ゆくまま楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録などしていただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。